何だと、レンがここに、すごいねあいつ、漆黒の闇沈め、手の足が出なかった。ただあいつのファイタースタイルってどうした、似てたんだよね、アイチに。アイチはまだ来てねえよ。え、明日もやる？当然だろ、フーファイターに乗っ取られたショップはまだこんなにあるんだぞ。そうだね、明日も頑張るよ。アイチお兄さんがそう言うんなら、なら放課後迎えに行く、遅れんなよ。こりゃ明日もキャピタルには行けなそうですね。うん、だけどこれは誰かがやらなきゃならないことなんだ。はい、お兄さん。スタンダード、それは君自身が先導者となってファイトするカードゲーム。イメージしろ、イメージはお前の力となる。アイチ君、今日は来そうにないですね。の？帰んのか？ああ、レンはついに完成させたのだ、サイクオリアンだ。サイクオリアン、あの力でレンは変わり始めた。俺がただ闇雲に強さだけを求めてファイトしていた頃。またお前の勝ちだ。たまたま訪れたカードショップで俺はレンと出会った。次は誰だ？また親父さんに殴られたのか。大企業の御曹司だったレンは完璧主義者だという父親にいつも殴られていて、その度にここへ逃げてきていた。ライトザ・ヴァンガード。来い。甲斐俊樹というらしい。甲斐俊樹、ドラゴニックオーバーロードでヴァンガードにアタック。ダメージチェック、ノートリガー、ダメージ6。次は、はい。
僕は鈴ヶ森蓮と言います。お前が誰かなど興味はない。やるぞ。はい。スタンドアップザ・ヴァンガード。強い。その後もレンは幾度となく俺に挑んできた。どうして、どうして、どうしてなんだ。教えてくれカイ、なぜ君はそんなに強い。強くなった自分をイメージしろ。イメージはお前の力になる。そしてレンは目覚めた。僕のターンですね。今、なんて、分かった。私のターンですね。私？ねえカイマさん、カードの声とか聞こえたことある？はあ？カードの声？何言ってんだお前、うん、なんだよ、一戦一退の大告白だぞ。くだらん。俺はレンの凄まじい集中力がそんな錯覚を与えているに過ぎないと考えていた。だがカードの声は本当に聞こえていたのだ。やがてレンは負け知らずとなっていく。ああ、分かってるさ。君に任せるよ。結果は分かりきっているけどね。ザ・ダーク・ディクテイト、ヴァンガードにアタック。ノーガード。ファーストチェック、ゲット、クリティカルトリガー。セカンドチェック、ゲット、クリティカルトリガー。またダブトリ。レンの勝ちだ。これで何連勝だよ。マジでカードの声が聞こえてんのか。このイカ様野郎が。痛いじゃないですか。せえ、てめえがイカ様でもしなきゃあんな手になるはずがねえんだよ。私にはやる前からあなたの負けが見えてましたけど。このクソが。何する。暴力で優位に立ったつもりでいる愚かな奴だ。またやられたのか。そんなことはどうでもいいんだよ。すごいよ、この力さえあれば私はもう誰にも負けない。いずれはガイ、君を任すことだって。やめておけ。そんな力を使っている限りお前はファイトなんかしちゃいない。ただ勝っているだけだ。本気のファイトの中から勝利をつかみ取ってはいないんだ。勝って何がいけない。ただ相手が弱いだけだ。なんだよカイ。そうか、君は私の力が恐ろしいんだ。負けるのが怖いんだ。隠しただと舐め腐ってた奴に先を行かれるのが恐ろしいんだ。君、カードの声を聞けるファイターって。おお、カードファイトしてくれない？ダメージ6。君のその力、サイクオリアかもね。サイクオリア。カードの声が聞こえるこの感覚のこと。
サイクオリア、私のこの力はサイクオリア。自分の力に名称が与えられたことで、レンはさらにその力にのめり込んでいった。ほら、私の勝ちです。くそ、弱いな。弱い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 奴とはもうファイトしたくない。やめれば。弱い奴はやめて当然だよね。レン、それがどんな力にしろ、敗者の心を折り、ただ勝ったことに酔うお前のファイトはつまんねえよ。レンに嫌悪感を抱くようになった俺は、高校入学を機にこの町へと戻った。そして、いつも楽しそうにカードファイトしてたよね。そう、この町に戻った俺は、僕のカードを返して、愛知と出会うことになる。お前のカードってこれか。ファイトで取られたカードはファイトでしか取り戻せない。じゃあ、僕とファイトしてくれますか。スタンドアップザ・バンガード、来い。五条、おう。ウィンガルでブースト、ヴァンガードでドラゴンアーマードナイトにアタック。ライド、すごい。ドラゴニックオーバーロード、ザ・ヴァンガード、イマジナリーギフト、フォース、黙示録の炎とも呼ばれる我の力、思い知れ。我が力の前に貴様などゴミくず同然だ。立ち上がれ、僕の分身。惑星クレイの神聖国家、ユナイテッドサンクチュアリの正規軍、ロイヤルパラディンの光の剣、ブラスターブレード、強くなるイメージを僕に与えてくれたのはカイ君なんだ。行くよ、カイ君。来い、アイチ。なぜアイチに負けたのか、そんなことは明らかだ。アイチのイメージが俺のイメージを凌駕したからだ。しかもアイチのイメージはファイトを重ねるたびに進化していった。スタンドアップ、バンガード、今降臨する光の名手、プリンスオブロイヤルパラディン、アルフレッド・アーリー、俺様ライド、パーフェクトライザー、アシュラカイザー。言ってるだろ、無駄なあがきだって。うわあ、アシュラカイザー、もう一度だ。これでダメだ。ガード、そんなバカな、6回の攻撃でとどめを刺せないなんて。僕のターン、行くよ、タルイ君。アイチはカムイに勝ち、スタンドアップ、ヴァンガード、ライト、インペリアルドンター、
ウィンガルでブーストしたブラスターブレードでインペリアルドーターにアタック。ウェザーフォーキャスターミスミスト。行くよ仙道愛知。はい美咲さん。ツインドライブファーストチェック。振り付かれトリガー。効果は全てインペリアルドーターへ。セカンドチェック効果は全てインペリアルドーターへ。美咲には負けこそしたが、どちらが勝ってもおかしくないファイトだった。え、いや、俺っすか？いや、わかんないってことはないっすけど。かと思うと、自称この店最強の森川に勝った、甲斐に勝った、愛知に勝った俺ということは、カードキャッチャーの最強は俺ってことか。やったー。三輪にコロッと負けたりする。まだまだ波があるのは事実だが、愛知は着実に成長を遂げている。願っているよ、風が吹くこと。スタンドアップ。マイヴァンガード。気をつけたまえ、風が嵐に変わる。深淵に眠るし巨大な竜が目覚める。ライトソーランギュー、メイルストローム。ラザルスでヴァンガードにアタック。スキル発動、パワープラス3000。なんだ、ブラスターブレード。なんだ今の感覚。今こそ降臨せよ、必殺のアルキ。死をアルフレッド。その風止めてみせる。行くよウィンガル。うんうん、まだまだ。風はまだ僕に吹いている。見事だったよ仙道愛知。だが君の風は僕には届かなかったようだ。さらば騎士王よ。幸運の旗付け、ヘッドだ。ジェットストリーム。え？高度1万メートルに吹く偏西風だ。風は高いところほど強く吹く。君ももっとヴァンガードの高みに来たまえ。待っているよ。アジアサーキットのチャンピオン総流レオンが言っていたヴァンガードの高みとは、まさかサイクオリア。仙道愛知、今日こそスタンドアップ、ヴァンガード。わっ、はい、マイヴァンガード。声が聞こえる。ブラスターブレードが僕に語りかけてくる。呼べ。え？呼べ。呼べ。え？分かったよ。コール。導きの賢者ゼノン。
きの剣じゃ全なんだぞ。ありがとう、ブラスターブレード。バカな、気に入ったのか、グレードさんを。希望の前に立ち下がる暗雲を消し去る聖なる光の竜。ヨルライド、ソウルフェーバードラゴン、タイミングフェザーテイバー。あの時のようにサイクオリアを発言してもらうぜ。水くせえやつだな。あ、分かってんだよ、一人でケリつけようとしてるってことぐらい。何の暇なんだ、付き合うぜ。相変わらず素直じゃねえな。強さをこの手宿すために、夢にうなされていた僕にもっと力があったとしたら、覚めるだろうか。あの日に選んだこの道が間違いじゃないと、勝つことでしか見出せない、何度でも何度でも証明しようも、今ここで強くなるため、定め再び巡り合ったんだ、ならば全力でぶつかるだけさ、決戦のファイアの乾いたままの心、潤すだけの勇気が今の僕らにあるのか。迷いさまよながら信じたい強さを、強くをこの手に、ライフオン。なあカイ、どこ行くんだよ。なんでスーパーに入ってくんだ。何、俺がカゴ持つの。まあいいけど、何買うんだよ。玉ねぎにマッシュルーム。おで、牛のヒレ肉を 400g。 何、ビーフストロガノフ俺に作ってくれんの。なんか照れんな。おいミワ、起きろ、行くぞ。やべ、バスの中で寝ちまってたのか。よだれが出てるな、どんな夢だったんだ。え、ビーフストロガノフ